本形式の特徴であった、軌道上左側河川用の終電装置と通常のパンタグラフを併設している、ロカルノサン・アントニオ駅、1966年アブダ4-41号機、車体更新後、外反が後半溶接式に更新されているが、基本的な形状は、原型のままで、終電装置も2種を併設、ロカルノサン・アントニオ駅、1966年、 ロカルノ・サン・アントニオの車庫に留置中のアブダ4、41号機、車体更新後、チェント・バリリ鉄道で運用されていた、時代、1970年。同じく、ロカルノ・サン・アントニオの車庫に留置中のアブダ4、41号機、車体更新後、ロカルノ、ポンテ・ボロ・ラ・ビニャスコ鉄道アブダ4、4型電車は、スイス南部のロカルノ、ポンテ・ボロ・ラ・ビニャスコ鉄道が運営していたマッジア、 渓谷鉄道で使用された、山岳鉄道用電車である。スイス南部ティチーノ州のマッジョーレコハンの都市ロカルノを起点として、ポンテボロラからマッジア峡谷を遡り、マッジアを経由して、ビニャスコへ至る1000ミリメートル期間の路線である通称、マッジア渓谷鉄道は1907年の開業時に、当時世界的にも、鉄道への普及が始まったばかりの炭素交流での、 電化がなされ、無補正の機器を使用して1904年から、ロカルノ市街へ給電していた出力500。キロワットのボンテボロラ水力発電所の余剰電力による交流 5000V20Hz を、主として、ロカルノ市街地では安全のために電圧を下げた交流、800V20Hz が使用されていた。本形式は、 マッジや渓谷鉄道の開業にあたり、ブクフ4、4型1から3号機として用意された、山岳鉄道用の電車であり、価格は1両49,447.85、スイスフラン、製造は車体を、マン、電気部品、主電動機を、ムフォが担当しており、最大速度時速 45km、定格出力 117kW を発揮する、山岳鉄道用の機体で、 軌道中心上の交流800ボルトの河川用のパンタグラフと軌道上左側の交流5 0 0ボルトの側河川用のロッド式の終電装置を搭載するのが特徴である。なお、交流5 0 0ボルト河川用の屋根上車体左側車端部を軸として枕木方向に回転するロッド式の終電装置は、無法が最初の単走交流式試作機関車として1904。 5年に製造したチェヨン4型13,501号機及び13,502号機に搭載されたものと同一のものである。その後、マッジア渓谷鉄道と同時に計画をされていたロカルノドモドッソラ間のジェントバリリ鉄道が一般的な直流1,200ボルトでの電化で開業したが、これに伴いマッジア渓谷鉄道も1925年から 直流1 2 0 0トに変更され、本機は電気品を BBC 製の直流用のものに交換をしているが、河川は交流電化の施設のままであったため、終電装置は2種を搭載したままとなっている。その後1952年1月1日には、ロカルのポンテ・ボロ・ラ・ビニャスコ鉄道は、チェント・バリ鉄道のスイス側やバスなどを運営する。 ティチーノ州地域鉄道に合併し、本期は1956年及び1964年の称号改正で、それぞれアブフ4、4型、アブダ4、4型となって運用されていたが、利用客の減少により、チェントバリ鉄道に編入されていたロカルの、ポンテボロリラ間を除く、マッジア渓谷鉄道は1965年11月28日に廃止となり、 これに伴い2号機と3号機は1967年と1966年に廃車、解体されている。一方、1号機は1963から64年に車体更新改造を実施し、マッジや渓谷鉄道廃止後もアブダ4、4型1号機として、チェントバリ鉄道で運用され、その後1982年には、 チェントバリ鉄道のイタリア側を運営するアルプス36鉄道に譲渡されており、この間に事業用車である G4-4 型1号機に形式変更されている。G4-41 号機は最終的に1997年10月23日に廃車となり、鉄道車両保存団体に譲渡されて復元が計画されていたが2009年に断念されている。 マッジア渓谷鉄道線の1963から64年冬、ダイヤの時刻表。ありがとうございます。